イエーイ、やったー、おうちのローン全部払い終わったー。久々にローンを払い終わった。めっちゃ見てる、たのきち。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月4日、月曜日の午後5時43分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のクイズ番組、どなたかご覧になりました？知らない。何、日曜日のクイズ番組ってなんだ？毎週難問揃いの番組ですけど、昨日の問題もさっぱりわかりませんでした。お、あ、私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。しずえさんってさ、テレビ見まくりよね、なんか。意外と。見て見て、これめっちゃセレブな格好じゃない？スマホが鳴っている。もしもし、こちらはたぬき商店のつぶきです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 58,788 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ね、めっちゃ可愛くない？超セレブ。この女優帽をさ、前に風船から落ちてきて、で、このワンピース、このワンピースね、昨日風船から落ちてきたんよ。ちょっとサングラス取ろう。あ、このサングラスも風船から落ちてきた。え、めっちゃ可愛くない？私このカシュクールワンピースめっちゃ気に入ってんやけど。てか見てや、これ。なんか超いい感じじゃない？いい女風。で、なんかね、タンバリンも落ちてきたんやけどさ、めっちゃ気になっとんやね、これ。ほら、持てるんよ、手に、ちゃんと。超可愛くない？いいね、いいね。超可愛いんですけど。あ、で、このハートなドープレート、これも落ちてきて、なんかね、夜中ずっとやりよったらめっちゃ風船飛んでくるんやけど。あ、で、これアンチョビ新しく釣り上げた。ハートなドープレートもね、めっちゃ可愛くって、一回ちょっとつけてみたんやけど、こんな感じ。ほら、めっちゃ可愛くない？なんやけど、ちょっと私の家には似合わんなと思って、で、スンドロさんの家、水色とピンクの、あの家の感じにめっちゃ似合うと思ったけん、あげたいなと思うんやけど。あ、ニューオリンズソング来た。んで、母。あゆの絵、新緑の匂いに誘われ飛び出して、目的もなく歩く喜び。ピクニックもいいわね、母より。何くれたんやろ。ピクニック。母のナップサック、どんな感じやろ。めっちゃダサかったりする？ちょっと身につけてみよう。母のナップサック。あー、なるほど。なんか、小学生が背負ってそうな感じ。なんか、小学生がさ、学校の、なんていうん、行事とかで作りそうな感じ。雨の日に釣れるっていうさ、シーラカンス釣ってみたいなって思ったんやけど。傘かわいいね。桜んぼの傘？マイナさん、ご機嫌いかがでしょうか？よう。お話ししよう。あなたのお話ししているだけで、なんだか楽しくなっちゃいますよ。ありがとう。全然中身のない会話だったけど。ね、ツンドロさんおらんくない？おらんね、やっぱり。どっか行っとんかな。お。ちょいと待ってね。はっ。イェーイ、化石を掘り出した。てか、そろそろさ、星が、増えてもいいんじゃないかと思うんだけど、どうよ。おや、会いに来てくれたんだね。だってね。おしゃべりしよう。今朝気づいたんだけど、マニキュアを前の家に忘れてきたみたいなんだ。ま、なんとかするさ。だってね。女子力高い。マニキュアしてるのね、ハンナちゃん。ちょっと、動物、座っとんかと思った、こんなとこに。なになに？どうしましょう。あら、アイナさん。ごめんなさい。ぼーっとしてました。実はそろ、出て行かないで、マミーさんは。あ、この島に不満はないですよ。ただ自分の成長のために新しい環境に飛び込もうかなって、ダフン。出て行くんなら桜島だと思ってる私は、言っちゃやだ。そうですね。確かに私がこの島でやれることはまだまだあるのかもしれませんね。アイナさんが来てみてくださったのですから、引っ越すのはやめにします、ダフン。うん。そうよ、そうよ。マミーさんはまだ出て行ってはいけないよ。おう、おめえか、てこわす。なんか学生服みたいやね。お話ししよう。しっかり見回りしてるから、この島は俺には同然だぜ、てこわす。
何の見回りだよ。なんか話し出した。入れて、会話に。ハンナさんは物語読むときに感情移入する方ですか？私は現実では歩めない人生を味わいながら読むのが好きなんです。ダフン。へえ、例えばどんな本だい？どうせ王子様が迎えに来るようなシンデレラストーリーだろ。え、何それ、ちょっとバカにしたよ。最近ではぐーたらカンガルーの一生ですね。何それ、毎日ゴロゴロする生活の気だるさは私には経験できませんから。ダフン。それは主婦として忙しくしよるけんってことかな。へえ、あんたにしては結構意外なんだけど。ハンナさんもお話の世界にどっぷりと入り込むのはいかがですか？例えばハンベル助けた王子様が迎えに来るシンデレラストーリーとか。逆にマミーさんはハンナちゃんがそういうのに憧れとるって思っとる感じかな。バッカ、何言ってんだよ。じゃあ読むんだったら王子と対マン勝負する話がいいんだからな。だってね。王子と対マン勝負ってどんな話なん？そんな話なくない？カタツムリの観察しよる、なんか。めっちゃカタツムリの観察しよる。思ってんけどさ、ローンそろそろ払えんのかな。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7回以上連続ボーナス300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことでちょっと一旦タヌキショッピングを。同じ色やね。ホースリール。特に別に。トルコソング、かわいい。買っとこう。オッケーオッケー。で、あとはちょっと ATM。今どんだけある？あ、預金残高。208,267。え？あるんじゃない？え、あるよね？あるやろ。一旦ちょっと全額入れて。あ、ほら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 、いける。ローンの返済しよう。預金から。全額。で、余ったやつ引き出そうっと。ほら、まだあまり、ちょっと3万近くあるやん。イェーイ、やったー。おうちのローン全部払い終わったー。久々にローンを払い終わった。めっちゃ見てる、たぬきち。掃除しよったはずやのにめっちゃ見よる。ちょっと引き出しますね、残り。今、所持金ゼロやけん。引き出し。持てるだけ。ほら。結構余ったね、よかった。余裕あったわ。ってことで。ねえねえ、払い終わったよ、ローン。椅子に座った瞬間に気づく。絶対横目で見よるけん。どうもどうも、アイナさん。おうちのローン、全部払ってくれてありがとうございました。たらもん、ほら、もう瞬時に把握しとるもん。またしても完済してくれたってことは、やっぱりその、今のおうちでもまだ物足りなかった？それなら安心してほしいだらもん。アイナさんのおうちは、もっともっと大きくすることができるだらもん。詳しいことはまた、時間のある時に相談してちょうだいね。今します。アイナさん、あー、びっくりした。メーデーツアーに行ってくれたんだもんね。あ、行った行った。おったよ、見知らん猫。頑張って準備した企画だったんだけど、ズバリどうだった？めっちゃ楽しかった。それは良かっただなもん。アイナさんに楽しんでもらえて、何よりなんだもん。しかもアイナさんは見事迷路のゴールまでたどり着いたって聞いたんだらもん。しかも全部、ペルも、ね、回収したし。あ、そっか、あそこで回収した分ぐらい今余ってるってことなんか。なるほどね。アイナさんには少し物足りなかったかな。とにかく喜んでもらえて嬉しいだもん。いつもお世話になっているアイナさんや島民の皆さんに改めてお礼を言いたいだもん。皆さんのおかげでアイナ島は順調に盛り上がってきてるだもん。これからもアイナ島のさらなる発展のために多肉開発もますます頑張るだもん。じゃあ今後ともよろしくね。次のイベントが楽しみやね。次何やったっけ？なんか追加されたよね。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だもん。マイホームの相談をお願いします。マイホームについての相談だもんね。なんかめっちゃセレブが相談にした感じ。どういった相談だらも？なんかもう現金一括でとかできそうな感じやん。増築したい。増築のご相談だもんね。今のアイナさんのお家ならお部屋をもっと増やせるだらも。548,000ベル大きい。ローンを組むことになるけどいかがだもん？お願いします。毎度あり。じゃあ工事の手配を進めるからね。あ、そうだ。いいタイミングだし、屋根の色も変えてみる？また発色の中から選んでもらえるだろも。この中から好きな色を選んでもらえるだろも。でも私ピンクがいいんよね。待って、他の色って何がある？残りの色はこの4色なんだもん。この中の色か、さっきの4色から選んでね。
でもピンクがいいけどさ、あれなんよね、赤にしか見えんのよね。水色は？オッケー、やらの色は水色ね。明日にはお家の工事が完了してると思うから、お楽しみに。水色はいい感じに水色かな。気になる。なんか挨拶し合いよる。動物たちが何の話しよるかめっちゃ気になるよね。どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。この白い時計かわいい。ね、なんか結構さ、私、この島さ、なんか上品げな商品多くない？そちらの商品はベルツキアラームクロックでございます。まーす。隣のやつ何？なんか、え？なんか、なんの機材あれ？なんか、音声さんみたいな感じ？何かが気になる。エフェクターセット、やっぱそうや。やっぱそうや、素晴らしい。なるほどね。え、なにこれ？え、気持ち悪。虫や。気持ち悪。誰があんなのを飾りたいんだい？ちょっと今日も布をいただこうか。なんかさ、この店の前の広い通り、ここの通りもさ、ちょっと、両端に、めっちゃ、メンヘラって感じの格好やね。こういう子ってさ、なんかマイメロが好きってイメージ。でも私もマイメロ好きやけどね、普通に。可愛いやん。でもなんかイメージが先行してなかなかって感じやけど。お、やったね、新しい布地。今回はどんな系統でしょうか。ありがとう。もらってくね。ありがたく。なんかいいものあるかな、今日。はい、使います、試着室。今の格好超気に入っとる。え、かわいい、スモック。一気に幼稚園児になれるよ。ピンク。あ、あれなんや。名札の形も違う。見て、これチューリップ。桜。ひよこ。ちょっとあの、カバン邪魔やけど。これ変える？まあ、色的に変えるでいいんかな。え、めっちゃ可愛いやん。そんなキメキメにされても。え、でもピンクって思ったけど、ひよこ可愛い。ひよこか、え、これ可愛い。ボアブルゾン。え、めっちゃいい。え、超可愛くない？ね、私ベージュ系多くないかな。かなり多くないかな。でも可愛いんだ。でも現実の世界の話、こういう感じの色好きなんや。今日はこのセットにしようっと。いいね、いいね。いい感じやね。おおきに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。いや、毎回毎回めっちゃね、なんか悩むほどの可愛い可愛い服装。ね、これもしかしてさ、今こうやってやりうる布がもらえる布の中に入っとったりするかな。そういうわけではないんかな。でもやとしたら、今なんかセンス柄やったけん、また結構渋めの感じに。キャンピングカーの模型はパターンができるんかな？リメイク。あ、両方できる。学習チェア、じゃあ。あ、パターンいけるね。あ、ちゃんと座布団あるやん。なんかこれね、一体化しとってあるんかどうかよくわからんかったよね。あ、なるほど、なるほど。え、このピアノ可愛くない？ピンクになったらなんかピアノになった。普通にこのなんか元からあるリメイクのやつめっちゃ可愛いんやけど。ちょっと待って、パターン見る。んと、増えたのが、レトロが増えたんかな？前回トラディショナル A があって、ナチュラルがあったけん。あ、レトロが増えたんや。センスないね。ってことは、ここで作りよるのとは全然関係ないってことか。レトロなんや。よくわからんねやけど。でもこの柄と、このひよこ柄めっちゃ可愛い。ひよこ柄可愛い。これにしよっかな、私。これリメイクする。イエーイ、完成。学習チェアのリメイクができた。とりあえずまだ学習チェアを置くところはないんだけれども。ほら、可愛くない？ひよこひよこ。めっちゃ可愛い。いいな。いいね、あさみさん。どんどん、どんどん生地をちょうだい。
はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、次回はなんか左右の部屋が増えるんかな。多分1回目奥の部屋増えたし、地下は多分一番最後やと思うけん、2階より先に多分左右よね。よし、また部屋を1個ちゃんと作ろう。